を本拠地とする総合型地域、スポーツクラブである、J リーグ100年構想クラブの認定を目指している。本項目では、シニア A を中心に、主にサッカー部門について記す。2016年現在、シニア ABC、レディース、男女ジュニアユース、ジュニア、スクールなどのカテゴリーが存在し、そのすべてが特定、非営利活動法人スポーツリパブリックソラティオーラ、 和歌山によって運営されている。1971年に発足した海南 FC のトップチームで和歌山県リーグ一部に所属。リーグ最多18回の優勝を誇っており、天皇杯には2回の出場を果たすなど、和歌山県内随一の実力を誇っている。登録名は海南フットボールクラブで将来の J リーグ加盟を目指している。 1989年に発足した海岸 FC のセカンドチーム、和歌山県リーグ3部に所属。生活の中にサッカーを根付かせ、楽しみたい大人とシニア A を目指す若者のためのチームである。登録名は2012年まではビバ海南フットボールクラブ、2013年以降はソラティアラ和歌山である。2014年は 試合に参加できる選手数の減少からか活動を休止していた。2003年に発足した海岸 FC のサードチーム。対象は35歳以上の男子で、和歌山県シニア40サッカーリーグに所属。登録名は海南フットボールクラブ助行所である。1987年に発足した和歌山県内発の一般女子チーム。関西女子リーグ2部に所属。 登録名は海南 FC シャウトである。2001年に発足した和歌山県内初のクラブユースチーム。2009年に活動を休止。ジュニアユースには以下の2つのカテゴリーが存在する。男子1988年に発足した男子中学生を対象とする和歌山県内初のクラブユースチーム。高窓の宮俳優マイナス15サッカーリーグ。 和歌山県三種ステップリーグに所属。登録名は海岸 FC エンジェルスである。女子2016年に発足した女子中学生を対象とした海岸 FC シャウトのクラブユースチーム。正式名称は海岸 FC シャウトス1 5である。ジュニアには以下の2つのカテゴリーが存在する。海岸 FC ソラティオーラ年に発足した海岸 FC のジュニアチーム。 バレンシア CF ジャパンフットボールスクールの校長や、セレッソ、大阪ユースの監督を務めた経験を持ち、現在は、海南 FC テクニカルアドバイザーを務める中谷、吉尾が指導している。海南 FC ジュニアと、同じく、国民共催 U-12 サッカーリーグ、海南海藻ブロックに所属している。海南 FC ジュニア2004年に発足した、海南 FC のジュニアチーム、 対象は、小学5.6年生の男女で、海岸 FC ソラティオーラと同じく、国民共済 U-12 サッカーリーグ、海南海藻ブロックに所属している。1991年に発足した、海岸 FC のサッカースクールで、U、U-10 チームと U-8 チームに分かれている。対象は、小学4年生までの男女で、海岸 FC ソラティオーラ、 海岸 FC ジュニアで活動すること以外のニーズを持っている人。正式名称は海岸 FC 少年サッカースクールである。2008年に発足した海岸 FC のフットサルチーム。2016年は和歌山県フットサルリーグ一部に所属しており、登録名はソラティアラフットサルクラブである。その他、ロードランニング部門やドッジボール部門、トレイルウォーキング部門が存在する。 注釈事実、2015年の和歌山県リーグ三部最終節では9人で試合を行っていた。ありがとうございます。